植月寺山古墳は、岡山県勝田郡小王町、植月東にある古墳。形状は、前方後方墳。昭王町指定史跡に指定されている。天台修具税産観音寺岡山県北部、滝川流域に開けた、美の盆地の西側を隠する、丘陵上、丘陵最高所から西に下った安部に位置し東に、盆地を望む古墳である。現在は南側に、 天外集具税産観論寺が所在する。これまでに発掘調査は実施されていない。墳景は前方部がやや開く、前方五方形で前方部を南西方向に向ける。墳球町は約91メートルを測り、三正坂地方の前方後方墳としては最大規模になる。墳球表面では、不禁止が認められるが、埴輪は認められていない。主体部の埋葬施設は、 未調査のため明らかでない。また服装品もつまびらかでない。この植え付き寺山古墳は古墳時代前期頃の築造と推定される。美の平野周辺に集中する前方後方墳5基のうちでも最も早い時期の築造とされ、美正地方東部では最大規模の古墳として重要視される古墳になる。古墳域は省庁指定史跡に指定されている。 古墳の規模は次の通り。墳丘南側には、天台宗具税山観論寺が所在しており、墳丘の前方部南側は、作兵を受けている。墳丘周辺の地形には、古墳築造による大きな改変が認められる。前方部がやや開く点、前方部と後方部の飛行差が約4メートルと非常に大きい点で古式の前方後円墳、前方後方墳としての特徴を示す。 ありがとうございます。